いそうなのがいるな。取った。どうだ。取った。人類の力だ。新兵の手にある。やるか。私を助けてくれ。でけえ
食い尽くしてやる。お出ましだぜ。焦れば命を落とす。行くぞ。Thank you.
るじゃないですか、エレン。私も続きます。まだ戦える。
話はもういいよ。仕方なかったんだな。それよりやってハンネスさんが部隊長だなんてな。やった！焦れば命を落とす。生きていくのは大変だわ。やった！やあみんな元気でやってるかな。あ、ハンジさんどうしたんですか。若い子たちと親交を深めようと思ってね。嫌な予感が。あのハンジさんって捕まえた巨人を使っていろんな実験してたんですよね。聞くなよバカ。実験ってどんな実験だったんですか。おい、やめろって。やっぱりみんなも興味があるんだね。巨人について知ることは大事なことだよ。休養を思い出した。行こうアルミ。休養っていいから。ん、仕方ないね。じゃあ残った君たちだけに実験について詳しく教えてあげるよ。はい、お願いします。結局実験で新たに得られた情報はなかったんだ。ここまで話したことは君たちも知ってただろう。はい、訓練兵の時に全部教わりました。なのでここからは私の推論を交えてもう一度解説するよ。はい？いえ、もう。まず巨人との意思の疎通についてだけど、興味深い事例があってね。コリン、サシャ。一晩ぶっ通しだった。だからやめろって言ったんだよ。
諦めてたまるか。俺は戦う。取った。やってやる。どうだ。やってやる。やった。ありがとう。さあ、早いとこ巨人を片付けようぜ。かけさせちまったな。ちゃんとした上官を失うわけにはいきません。その調子でやってくれ。やがれ。
正しくするために入団した。それには上に立つしかない。どうだ！